本日はご対応のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私が株式会社朝刈研代表取締役社長の幸田優作でございます。今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大もあり、皆様不安な日々をお過ごしのことと思います。この場をお借りして、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。それでは早速でございますが、株式会社朝刈研2020年9月期決算説明会を始めさせていただきます。本日はご覧の順番でご説明をさせていただきます。はじめに2020年9月期の決算概況についてご説明申し上げます。2020年9月期は2019年10月に発生した台風19号による水害に始まり、米中貿易摩擦の長期化、新型コロナウイルス感染症の流行と事業環境が大きく変化した1年となりました。当社の事業は主に事業環境の変化に伴う主要取引先の、減産対応、それから台風19号による一部操業停止により減収減益となりました。厳しい事業環境下ではありましたが、来たる好天気を見据え、持続的な成長を果たすことができるよう、事業構成の見直しに着手いたしました。また、各種メディアでも報道なされていますが、リチウムイオン電池における主原料のリサイクルに一定の目処をつけることができました。本日は決算概要のご説明に加え、後ほどリチウムイオン電池、リグに対する当社の取り組みについてお時間を取り、ご説明をさせていただこうと考えております。こちらは2020年9月期における当社の主力製品、金および銅の相場動向を示したものです。金の相場はやや下落する局面からスタートいたしましたが、年明け以降は新型コロナウイルス感染症による世界経済の減速懸念から、安全資産としての金需要が高まり、最終1922ドルまで上昇しております。一方、銅の相場でございますが、上昇局面からスタートしたものの、最大消費国である中国によって需要が減退したことにより、下落基調に転じました。しかしながら、本年3月をそこに中国経済の回復期待、あるいは EV への期待、銅の最大産地であるチリ製錬施設の操業停止による需給の逼迫を背景として再び上昇に転じております。まあ、いささかちょっと時差がありますので、現在ですと、銅の価格は7000ドルと、まあ、金が100ドルですとちょっとしていきたい。若干の時差はございますけども。続きまして、新型コロナウイルス感染症による当社業績への影響について説明をしました。一部取引先において、減産対応がなされたことにより、当社の取り扱う金属の数量が減少いたしました。しかしながら、その減少幅は想定をさらいながら下回るものであり、また、主力商品である金の相場が逆に上昇したことにより、当社業績への大きな影響はございませんでした。新型コロナウイルス感染症への対策として、ロックダウン等により製品が販売できなくなった場合に備え、借り入れによる手元流動資金の拡大を実施し、財務基盤を強化しました。また、感染防止対策として、テレワークの導入、勤務体系の見直しを実施しております。今回のコロナ禍は、感染症の恐怖を人々に知らしめ、生活様式の変更を余儀なくさせました。その一方で、このような従業員の感染防止と
事業継続を目的とした取り組みの模索を通じて、従業員の就労意識の変化を促し、柔軟で多様な働き方を社内に導入するケースとなったことも感じています。また、重要なポイントなんですが、福島、郡山という土地で先端の開発を進めることが、実は全く問題ないことがこの中に証明されました。すなわち、本社がどこにあるかほとんど差はないということを、具現化するいいチャンスにもなったというふうに言われております。続いて2020年9月期の業績サマリーをご説明申し上げます。2020年9月期は台風19号の水害による工場稼働停止に始まり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けるなど、経営環境の悪化が顕著な1年であったと改めて感じております。このような認識のもと、採算事業を廃止し、利益率を向上させた一方、今後の事業戦略を踏まえて、レアメタル事業への投資は継続して実施いたしました。非常に厳しい経営環境の中ではございましたが、なんとか親会社株主に帰属する当期純利益によって黒字を確保することができました。続きまして、各セグメントごとの売上高の状況についてご説明申し上げます。金属事業につきましては、金、パラジウムの販売価格が上昇した一方で、海外子会社の事業撤退のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による主要取引先の減産などのマイナス要因の影響により、前期比 23.9% の減収となりました。環境事業については、台風19号の水害による当社工場の操業停止、主要取引先からの仕入れの減少により、前期比 28.6% の減収となっています。この環境事業の場所が、私どもの工場の中で一番水害をメインにした場所になります。一方、システム事業においては、既存顧客からの受注増加、新規顧客の獲得のほか、オーダーメイドの注文も増えたことにより、前期比 10.5% の増収となっています。続いて、各セグメントごとの利益の状況についてご説明申し上げます。金属事業は減収ではございましたが、採算事業の見直しによる利益率の改善のほか、製造部門における原価削減の取り組みの結果等と、前期比 57.3% の増益を確保いたしております。環境事業は、台風19号の水害による操業停止のほか、財産事業の見直しに伴う在庫評価損の影響もあり、5100万円の損失計上となりました。システム事業は増収ではございましたが、営業活動に伴う販管費の増加により、前期比 28% の減益となっております。お客様と契約するに至るには、1年から2年ほどの期間を有するものであり、現在は種まきを行っているというのが状況です。続いて、2020年9月期の財務状況についてご説明いたします。まず、バランスシートの状況をご説明申し上げます。総資産は、主に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた手元流動性の確保、および研究開発等のリニューアルに伴う土地取得にかかる借入金の増加により、前期比6億4800万円の増加となりました。今後につきましても、当社が注力しております二部事業に対して、積極的に投資を実施していく方針であるため、総資産は増加していくものと考えております。続きまして、キャッシュフローの状況でございますが、当期の現金および現金同等物の期末残高は、12億2000万円となり、前期末より6億円の増加となっております。当期の経営環境は決して良いものではございませんでしたが、その中でもレアメタル事業に対する経営資源投下を継続し、持続的な成長を果たすための土台作りに邁進いたしました。そのため、フリーキャッシュフローは新規事業への投資にかかる
有形固定資産の取得もあり、2億2500万円と前期比1600万円の減少となっております。続いて2021年9月期の業績予想に移らせていただきます。まず、業績予想の前提となる今後の事業環境の見通しについてご説明いたします。新型コロナウイルス感染症の収束時期や、米中貿易摩擦の長期化など、不確定要素はあるものの、当社成長戦略に追い風となる 5G や EV の普及により、事業環境は徐々に回復していくものと見込んでおります。この機を逃さず、戦略事業である義務事業に対する投資規模をさらに拡大し、持続的な成長へ向けた意欲的な先行投資に見込む所存です。このほか、2020年9月期に実行した事業整理による利益率の上昇を見込んでおり、これらの結果、2021年9月期の親会社株主に記録する当期純利益は5300万円となると見込んでおります。投資関連経費につきましては、ご覧の通りでございます。新規事業を中心に、戦略的に設備や人員といった経営資源を投資してまいります。来期、2021年9月期における設備投資額は、11億6800万円と、当期水準からおよそ3倍に増やす計画です。主な増加要因は、新規事業である義務事業への設備投資であり、いわき工場を増設し、量産プラントを新設いたします。減価償却費は設備投資の増加に伴い、2億8200万円と増加する計画でございます。研究開発費は、当期から約 60% 増加の2億8700万円を計画しております。研究開発のスケールアップにより、義務事業の早期事業化を目指してまいります。続きまして、今後の成長戦略についてご説明を申し上げます。当社は、事業構成に占める貴金属事業の比率が現在はまだ大きく、当社の業績は取引先である電子部品デバイス工業分野の生産動向や貴金属銅の価格変動に左右されやすいという特徴がございます。そのため当社は成長のスピードを鈍化させず持続的な成長を果たすために新たな事業に参入する判断をいたしました。それがリチウムイオン電池リブ事業への挑戦でございます。本日は経営目標のうち、リブ事業に焦点を絞り、ご説明をさせていただきます。こちらは、当社のレアメタル事業のこれまでの事業展開についてまとめたものでございます。私ども、は、2013年にレアメタルの研究開発拠点を岩手に設置いたしまして、研究開発を本格的に開始して以降、数多くの実験を繰り返し、技術の確立と実用化、事業化に取り組んでまいりました。正直なところ、必ずしも事業として見たときに成功を収めることができたわけではございません。しかしながら、この約10年近くの歳月の中で培ってきた、レアメタルに関わる回収の技術、この回収というのは集めるという意味ではなくて、生成するという意味でございますが、回収技術とノウハウが今現在のリブ事業につながっているものと確信しております。このまあレアメタルという表現なんですけれども、木土類、レアアースもレアメタルの中に含まれますので、今ここで申し上げます、レアメタルというのは、レアアースも含んでおりまして、過去我々がやりましたレアメタルというのは、レアアースの回収も含んでおります。これは皆さん今、ご存知のとおり、日本は今後、中国から木土類の含まれた場合に最も寄付されるのが、モーター、原料となる、実製材料です。まあ、こういったところの技術はですね、実は私ども丹念に磨き上げて、
技術が確立したんですが、ただなかなか昭和ベースになると、より難しい。こういう意味でございまして、先ほど申し上げました通り、事業としての成功にはつながらなかったけれども、技術の実績につながる。こういうことです。で、これからご説明します、リブ事業ですけれども、当社の考えている、リチウムイオン電池リブの事業は、リブ製造工程の各メーカー、要はバッテリーを作っているメーカーというんですが、さらには、実際はマーケット市場から発生するリチウムイオンバッテリーのスクラップ、まあ、スクラップといいますと、失敗品ですとか、製造工程から発生する、まあ、いろんなものがございますが、こういったものを回収して、その中からリチウムイオンバッテリーの材料を抽出、生成し、再資源化する、まあ、再生するというのが私どもの技術でございます。当社技術の強みは、リチウムイオンバッテリーに含まれる、コバルト、ニッケル、リチウム、まあ、主要三元素、これらすべてを高収率で回収することができるのでございます。コバルト、ニッケルを回収する他の企業さんもございますが、リチウム、あるいはその他を含め、主要産品を残さず回収することができるまでに至る企業は、現在のところ、例はなく、当初はこの分野での先駆けであるということを強く指摘しています。このリチウムイオンバッテリーをリサイクルすることにより、国内電池メーカーの原料調達リスクを軽減するとともに、国内における資源循環を実現することが可能となります。電池の廃棄品を再生し、電池材料に戻す、いわゆるリブトゥリブは究極の資源循環、サーキュラーエコノミーを実現するものであり、動脈の一体化、動脈ビジネス、SDGs 活性に大きく寄与するものであると強く知っております。当社がリブ事業に取り組む背景には、国内電池メーカーの調達リスクを軽減すること、サーキュラーエコノミーの実現のほかに、リブ市場の高い成長性への期待がございます。リブ市場は今後、EV の普及に伴い、車載用を中心として市場規模がさらに大きく拡大することが見込まれており、10年後の2030には、現在の約 2.5 倍まで市場規模が拡大すると見られています。まあ、この 2.5 倍というのは、これ当社の、調べなんですが、今日の日経新聞に出ておりますけれども、日本も2030までに、東京都、ハイブリッドをもちろん含んだ上で、まあ、EV を全部切り替えるということが発表されています。まあ、その他、他のヨーロッパでも EV がどんどん進んでおりますので、まあ、この 2.5 というのは、ちょっとあまりにも、地味な数字と思っておりまして、多分ここは5、6、7、多分ここの数字からどんどんこれから膨らんでくるというふうに思います。ただまあこれも新聞の発表がどれだけどの勢いで、実現されていたというふうにはつながりますが、ちなみにハイブリッド車をのトランクを開けた場合に見れるバッテリーの量、ハイブリッドも実は EV 車とほとんど変わらないぐらい電池が積んでいる。ですから、電池という意味では、ハイブリッドであっても、完全 EV であっても、車載の電池というのは、もうすごいことになっているというふうにはなります。参考までしかし、そうした市場拡大の一方で、リチウムイオン電池の主原料である、コバルト、ニッケル、リチウム、この三元素の供給については、原産国の情勢の影響が極めて大きく、5年後には供給不足に陥るという課題も指摘されております。当社リブ事業が目指すリブツーリーブは、こうした原料調達リスクの対応の遅れに一石を投じるものであると考えております。まあ、特にこのコバルトというのは、というのはリパブリックコンゴで、よく写真が出るのが、幼児を布団に使って前に通すと、あるいは、グレンコア社が、まあ、非常に特性に使ったりとか、まあ、非常にこの、有用なメタルであるんですけれども、その、原産地が偏っていくと、まあ、いろいろ
また一方で、量としては紅にあるという、まあ、この2つが非常に重要で、あまりにも入手しにくいものは、やはり大体のリスクにも置かれていますので、まあ、その意味で言うと、コカルトが必ずしも入手できない、ペタルではないというのも非常に、調達に神経を使うということで、ペタル。日記はまあ、ご存知のように、そんな中に入手されると、いろんな形で使わせておりますので、まあ、なくなることはないでしょうけれども、これも非常に、今までの常識、まあ、全て実験量を作るというよりは、入手量を作っているし、どういうよくなるか。あともう一つの日中の自分も、まあ、大雑把な話をすると、海の中は日中だらけですよね、ってなるんですけど、海水から日中も排出するということは、これはもう、莫大な、海に金を投げ込むようなことになりますので、その意味では日中ってやはり非常に少ない。で特に、塩湖という形で、濃度が濃い形で、凝縮されている場所というのは、エドワールズに次に、地域といった非常に、偏った場所にあるということで、まあ、その地域も13メーター以上のかなり高地でございますし、そういうことを考えますと、やはりリチウムというものも、今後は需給関係にいきますと、供給の線に対しまして、やはり需要の方が上回っているということが、容易に保証される、私どもは思います。そこで私どもの事業計画でございますが、リブ市場の拡大と合わせて、当社の事業範囲も拡大させていく計画でございます。まず第一段階として、2022年、もうこれから向こう2年ということでございますが、工場から排出される工程廃棄品を中心に、中規模の量産を開始して、電池材料メーカーへの材料、原料、材料の販売を開始いたします。これは、工程廃棄品からリブツリルというものを、実現する非常に大きな目標でございます。で、第二段階としまして、2023年からでございますが、本事業の趣旨に共感いただける、動脈の企業の方々、もしくは静脈の企業の方々とアライアンスを組み、処理能力を拡大させる計画をスタートさせます。すでに複数候補先企業さんとの会話をスタートさせておりまして、まあ、一番望ましい形での協力の進め方を、考えるということでございます。実際のスタートは、この22年に自力で立ち上げた後、まあ、ほぼその直後から、協業のプランをスタートさせ、できることで、できるならこの辺りでさらに量を増やしていくという形が第二ステージでございます。それをこの辺に第二ステージをしっかりスタートさせる狙いでございます。最終段階としまして、2025年以降でございます。これは2025年からというのに、2025年、ここに一回切れて、2030、ここを意識します。2025から2030を睨みながら、市場に出回ったリブの廃棄品、すなわち、ユーズドバッテリーですね。これを、まさしく周回いたしまして、これを中心に量産を見据えた、再生計画を開始することとしております。これは、ハイリブからの、ユーズドリブからのリブトリブ。まさしく、ここがまさしく目標となるんですが、これのスタートが、まさしくこの第3ステージ。これからの5年後。ここには、それをしっかりとスタートさせていくということが、私どもの計画でございます。ざっくりではございますが、私どもの目指す姿といたしましてはですね、まあ、リブ材料の供給量としましては、必ずしも供給先は国内に限定するものではございませんが、国内ベースで考えたときに、国内供給のシェアの 10% 程度は私どもでやりたい。私どもから、私どもの仲間と一緒に実現したいと考えています。それから、既存事業と合わせた数字にはなるんですけれども、売上高は、現行、朝霞県の、まあ、4倍は最低でも到達していきたい。
で、経常利益ベースですと、現行の30倍といった数値を目標に実現していきたいというふうに考えます。まあ、レアメタルの相場動向にも大きく左右されますが、とにかく、リブ事業を、先ほど申し上げました、2020年、21年の事業で解析させていただいた既存事業に、まあ、並ぶという、それを超えるぐらいの大きなピラーとして、育て、この計画を実現させていきたいというふうに思います。最後に、株主様への還元についてご説明させていただきます。株主還元に関する目標は、安定配当、ROE 10% の資本効率の向上、先行き不透明な情勢や、今後の事業展開に備えた十分な内部留保の確保でございます。これらにより、株主利益の最大化に取り組んでまいる所存でございます。当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけておりまして、上場以来安定配当を継続しております。2020年9月期実績で、一株当たり配当15円、配当成功 31.6%、配当利回り 1.1% となっております。今後も株主還元を優先課題と位置づけ、企業価値の向上に取り組んでまいりたいと思います。資本効率にも目を向けまして、ROE 10% を目標に、収益力の改善に努めてまいりたいと思います。既存事業の効率化と、リブ事業の一日も早い事業化を果たすことで、目標の達成に努めてまいりたいと思います。ご説明は以上となります。私ども、この、まあ、ちょうど1年前、に台風の影響、その直後のコロナ、まさしく、まあ、私が、先ほど指摘しましたのが、ちょっと、なかなか言いたい。まあ、外的環境、環境からいいことは一つもなかったんですけれども、ただまあ、逆に言いますと、まあ、ここまでいろんなことが起きますと、もうこれであんまり何がしても変わらないというところがあるので、まあ、あとですね、やはりこの先ほどの説明の中で申し上げましたように、いわゆる本当にそのコロナの、まあ、影響で、本社がどこにあるかというと、皆様あまり気にしなくなって、とにかくウェブ会議とかいうのが本当に主流になってきますと、本当にどこに行って誰と話しているのかというのがあまり気にならなくなって、そうしますと、まあ、福島県小山市というところの立地というのは、非常にこれ、まあ、デメリットにはならないということで、それとあと、ご存知の方も多いと思うんですが、福島県というところはですね、まあ、もちろんこれは、震災の、後の、まあ、復興の2年以上、県の年以もあるわけなんですけれども、福島県という場所自体が、市民性エネルギー、特にその、まあ、クリーン、エコエナジーというものに対しては非常に、大きな、まあまあ、補助を受けているというか、ぜひ実現しようというふうに現状を受けている場所です。ですから私どものこの岩手というところがまさしく、リアルタルの研究を進められたのもやはり、日本の大きいところが進まれますし、あと、大きな方があると思うんですけど、福島、バッテリーバレー構成というのがございます。福島の綾川側の方で、バッテリーのいろんな事業を開始、まあ、日本の、まあ、バッテリーの事業の、一番最先端になるということで、それからあと、まあ、真ん中の、いわゆる、対岸通りの中通りです、まあ、これはまだ否定はしておりませんけれども、まあ、デジタル庁が福島、まあ、市民に設立されるわけでございます。あと、一番大きな会津のエリアでは、これはもう決定的ですけれども、スマートシティの構想というのが、相変わらず進められている。もうすでに、有力な企業が20社ほどに、すでに
がね、スマートチップで、まあ、いわゆる、自動運転による、まあ、その自動運転による車のバッテリーが、光電、充電、まあ、いわゆるそのグリッドの管理に車が使われるんですよ。まあ、よって自動運転にならなきゃいけないんですけども、車が人を運ぶものじゃなくて、まあ、中央光電の、まあ、それを実現して、まあ、様々なことが相手方のスマートシティというのも、これはもうすでに進み始めている。その中で我々は、ゴリアムというもの、まあ、手前見せるだけですが、ちょうど福島、まんまんな存在するんですけど、そこで私どもがこういった、まあ、タクシーの体制を、まあ、リーダーシップを取ってやれるというのは、非常に嬉しいことであります。まあ、若干の意識もあるんですけど、我々の使命だというふうに思っておりまして、今後とも引き続き、この分野では、ながら、しっかりとやっていきたいというふうに考えましてます。私どもも、役職一丸となって努力してまいりたいと思っています。今後ともなお、そのご理解、ご支援を賜りますよう、願い申し上げます。どうもご清聴ありがとうございました。